ちわっす。おら、霊夢。この世界ではどこにでもいる女子高生だよ。今日は物理基礎の運動方程式の問題をやってたよ。最初のうちはわかったんだけど、滑車が出てきたところからわからなくなっちゃった。こんな時はあの人に教えてもらおう。立花ちゃん、立花ちゃん、立花ちゃん。やっほー。霊夢ちゃんのクラスメイトの立花だよ。数学と物理が好きだよ。立花ちゃん、この問題なんだけど、滑車が出てきて張力とか出てきて、わからなくなっちゃったよ。そうしたら今日は教科書を使って、定滑車と運動方程式の基本問題をやってみよう。おなしゃす。みんなもゆっくりしていってね。まずはこの問題だね。物体は滑らかな面の上に置かれているから、摩擦は考えなくていいよね。そうすると物体や重りがどう動くかイメージできるかな。摩擦がないから物体はスルスルっと右に動くでしょ。重りは自然に下に落ちていく感じかな。そうそう、そういう動きになるよね。だからここでは物体は水平方向を右向き、重りは鉛直方向下向きを正の向きと考えるのが自然だよ。あれ？正が同じ向きじゃなくていいの？そこが滑車の問題のポイントだね。どの方向を正の向きとするか間違えると計算が合わなくなるよ。この問題では水平方向右向きと鉛直方向下向きを正とするのが自然だけど、次の問題ではある物体では鉛直方向上向きを正、別の物体では鉛直方向下向きを正として解くよ。逆向きなのに。ここは本当に間違いやすいから気をつけよう。話を例題12に戻すね。一番は物体と重りの加速度をそれぞれ求めるのかな。物体の加速度と重りの加速度は同じになるよ。糸はたるんだり伸びたりしない前提だから、同じ加速度で動くんだよ。じゃあ両方とも同じ文字で表せばいいんだね。加速度 A だね。机の上の物体は加速度が A で質量がスモール m だから、物体にかかる力はどうなるかな。運動方程式に当てはめると ma と置いていいのかな。そうそう、ma の力が働くね。それでこの力は何によって働いているかというと、糸に引っ張られているわけだよね。手で押したりしてるんじゃなくて、糸で引っ張られているだけだね。この糸の力を張力 t とするよ。糸は右向きに物体を引っ張っていくから t の符号は正だね。そうすると ma イコール t という式が立つんだよ。ほう。机の上の物体には他にも力が働いてるんだけど、物体に加速度を与える働きはしていないから、今回は式を立てたりしなくて大丈夫だよ。一応重力はかかってるんだよね。重力はあるね。机の上にあるんだから垂直抗力もあるよね。そうそう、ただその2つは鉛直方向で釣り合っているし、力の方向が90度ずれてるから、机の上の物体に加速度を与えることはないよ。摩擦もないから今回考えなきゃいけないのは張力だけなのね。そうだね、物体については張力だけだよ。次に重りについて考えよう。重りについても式を立てて、連立方程式を立てるって流れだよ。先が見えてきた。重りは質量がラージ m で、加速度はやっぱり a だから、重りが下に落ちていく力は運動方程式に当てはめて ma と表されるよ。この ma なんだけど、これの正体はわかるかな。重りに働く力だから重力かな。そうそう、重力加速度が g で、重りは下向きが正だから、正の方向に mg の力が働くね。ただしそれだけじゃないよね。重力の他に働いている力があるのはわかるかな。浮いてるから垂直抗力はないし、なんだろう？重りは糸で吊るされてるから、糸の張力がかかるよ。そっか。張力はさっきと同じ t でいいのかな。物体を引っ張ってるのと同じ糸だから t で大丈夫だよ。ただし、糸は重りを上に引っ張ってるから、符号がマイナスになるから要注意だね。そっか、鉛直方向下向きが正だから。上に引っ張ってる力は負だね。だから重りについては ma イコール mg マイナス t という式が立つよ。
これで方程式が2つだったね。あとは連立して計算するだけだよ。t は結局打ち消し合って消えるのね。こんな感じかな。正解だよ。この a を最初の式に代入すれば t も求められるね。なんかできた。やったね、レイムちゃん。立派、嬉しい。流れとしては物体の加速度の働く方向を決めて、符号に気をつけて、運動方程式から2つ式を立てて連立するってことか。やり方覚えとこ。そうしたら類題もやってみよう。この問題は2つの物体がどんな風に動くかイメージできるかな。 A の方が重たいって書いてあるから、 A がスルスル下がっていって B は逆に上がっていくのかな。そうそう、そのイメージでいいよ。こういう場合の加速度は A については鉛直方向下向き、 B については鉛直方向上向きを正とするのが自然だよ。さっき少し言ってたけど、正の向きが A と B で上下逆になるパターンだね。滑車の問題ではよくあるよ。基本的な解き方はさっきと同じだから、符号に気をつけてまずは A に働く力の式を立ててみよう。働いてるのは重力と糸の張力だけだよね。そうだよ。重力は下向きだから正、張力は物体を吊るしてるわけだから上向きで負。そうするとこんな感じかな。いいね、合ってるよ。じゃあ同じように B についても考えてみよう。 B も重力と張力しか働かないはずだけど、下向きに働く重力が B の場合は負になるんだよね。逆に上向きに働く張力は正か。そういうこと。これで2つ式が立つね。こんな感じの式でいいのかな。バッチリだよ。あとは連立して計算すると、また t が打ち消えて、こんな感じになりました。正解だよ。いいね。じゃあ t も求めちゃおう。最初の式に代入すればいいんだよね。あれ、これ計算めんどくさくないですか。計算の工夫としては、上の式に m2、下の式に m1 をかけてから引き算をすると少し楽になるよ。あ、ほんとだ。できました。すごい、レイムちゃんがどんどんできるようになって、リッカハッピー。何か調子出てきた。そうしたら最後の問題に行ってみよう。レイムちゃんファイティン。やってやるぜ。今までの中では一番複雑だけど、今のレイムちゃんなら絶対できるよ。三角関数使うやつだ。キョン。まず物体の動きをイメージして、正の向きを決めると。これ、どっちに動くかわからなくないですか？これまでの問題は物体がどう動くか自明だったけど、この問題は、計算しないとわからないね。それが括弧一番の問題だしね。どうやって解けばいいの？加速度の向きは物体 A に注目して、斜面方向上向きか下向きか、どちらかを正と自分で仮定してあげよう。自分で決めていいの？〇〇を正の向きとするってちゃんと書いておけば大丈夫だよ。じゃあ斜面方向上向きを正にしておこう。おっぱいもお尻も上向きがいいもんね。オッケー。つまり加速度がプラスの値なら右上に上がって、加速度がマイナスの値なら左下に下がっていくってことだね。そうしたら物体 B については加速度の向きはどうなると思う？A が右上に上がっていく場合は B は下がるし、A が左下に下がっていく場合は上に上がるから、これと正負を合わせればいいんだよね。そうそう。じゃあ B は鉛直方向下向きが正で、鉛直方向上向きが負だね。そういうことだよ。もちろん斜面下向きを正とした場合は全部逆になるよね。どっちでも解けるけど、今回は斜面上向きを正としてやってみようね。加速度の向きが決まったら次は運動方程式を使って力の式を2つ立てるんだよね。そうそう、基本的な流れはこれまでと一緒だよ。じゃあまず A から考えると、重力がかかるよね。かかるね。ただ斜めになってるから分力を考えるんだよね。そうそう、こんな感じで平行四辺形というか長方形を書くといいね。角度が θ だからこれを使うと、あれ、こういう時斜面下向きはサイン、コサインどっちだっけ？この場合は斜面下向きがサイン θ、斜面に垂直なのがコサイン θ だね。斜辺分の縦がサイン、
左辺分の横がコサインだから。そうしたら重力が働いて斜面下向きに、M1G サインシータだけ力がかかるよね。符号はと、マイナスだよね。そうそう、いいね。斜面垂直の力は、今回物体を動かすのに関係ないから無視して、あと考えなきゃいけないのは張力かな。そうそう、張力が斜面上向きに物体を引っ張っているよね。斜面上向きは正だから、張力は正だよね。そうすると文字で表すとこんな式になるよね、多分。いいね、完璧だよ、すごい。そうしたらその調子で物体 B についても意識してみよう。よっしゃ来い。 B は三角関数使わなくていいから少し楽かな。重力と張力だけだね。あとは符号に注意だよ。部については下向きが正だから、重力が正、張力が負だね。これで式を立てればいいのかな。わーい、できてる、できてる。ま、霊夢ともなればできて当然でしょ。いいね、そうしたら今回は、質量、重力加速度、サインシータの値が数字で指定されてるから、今立てた2つの式に代入して、連立方程式の計算をしてみてね。めんどくさい。霊夢ちゃん計算ファイティン。中学生の時からめんどくさい計算苦手なんだけどな。こうなりました。すごいすごい、立花、感動しちゃった。 A と T が出てるね。ま、楽勝さ。そして加速度 A が正の数だから、物体 A は正と定めた方に進むよね。斜面上向きを正としたから、物体 A は斜面上向きに動くってことだよね。そうそう、だからカッコ1番の答えは上昇する、だね。霊夢ちゃんお疲れ様、もうこういう問題は大丈夫だね。自信しかない。今期は打点を狙える気がする。頑張ってね、霊夢ちゃん。大スコ、大スコ。それじゃあ皆さんバイバイキン。バイバイだよ、ぴょん。いっぱい食べて大きくなれよ。